いつもご視聴くださりありがとうございます。マイキーです。今日は前回に引き続きこちらの眼頭商業所、こちらを、臨床していきたいと思います。前回の動画で、こちらの眼頭商業所の、特徴ですね、4つほど挙げて、お話しさせていただきました。その内容を踏まえて、今回は臨床していきたいと思います。今日は、こちらの眼頭商業所の中から、この字からですね 1,2,3,4 文字ここまで、こちらを臨床していきたいと思います。嘘です。こちらの象という字から 1,2,3,4,5,6 ここの愚かという字まで、6文字を臨床していきたいと思います。